さんこんにちは、ゴーです。チャレンジ動画っていうことで初のソロキャンプに来てます。キャンプ経験は本当に ないに等しいぐらいで、小学校の頃に友達ん家で連れてってもらったキャンプをした以来、初キャンプが初ソロキャンプっていうことで、ダブルの初っていうことで、これも一つの、自分のチャレンジ動画になるかなと思って今撮影してみます。でこの今自分がテントを張ってる先のここですね、ここが滝になってて、下へバーって水が川が落ちていってるような感じです。これでどこまでできるかちょっとやってみたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、では、今回のキャンプで購入したミスターバップっていう、なんか安いアマゾンで1万2000円ぐらいで売られてる、テントを購入してみました。本当はバンドックの何でしたっけ、バンドックソロベースが欲しいなと思ってたんですけど、それかソロ TP1TC が欲しいなと思ってたんですけど、ちょっとまあ初めということでこのテントを購入してみました。でちょっとうまく貼れてないんですけど、こんな感じでちょっとやってみました。結構いいところなんですよね。でこの焚き火台は先日購入してちょっと我慢しきれなくて、試しに昼間家でちょっと焚き火してみました。こんな感じでちょっと散らかってますけど、キャンプをやっていきたいと思います。テント張るときにこの直火の跡がここともうちょっと先に2箇所なんかあるんですよね。でこの場所直火していいのかどうかわかんないんですけど、まあ僕電話で問い合わせて行った時に、直火 OK とは聞いてないんで、まああの YouTuber のブーマーさんとかミスターショーさんの動画とか見てると、よく一泊一膳って言ってゴミを拾ったりとか、こういう直火の後片付けられてたり、そういうのを見てて、ああすごいなと思ってたんで、まあ僕もこれからこうやってキャンプ行く機会があると思うんですけど、僕も真似してですけど、やってみたいと思います。次はちょっと今炭とか、炭じゃない直火してそのままになってたやつを、片付けたりして今戻ってきました。でちょっとバトニングやってみようと思います。
で、実はさっきここへ着いて、まあ、どこの場所がいいかなって思ってこうぐるーって一周回って、その後に、まあ、ここに決めてテントを張ってた張ろうと思って車から荷物運んでたんですけど、その時にある程度運び終わって、ちょっとお昼過ぎだった、12時過ぎだったんで、ちょっとなんか空いたなと思っておにぎりを家から持ってきてたんで、一つおにぎりをちょっとかじりながら、ちょっと傾斜があるんですけど、そこでさっきこけまして、着いた時にこんな見えますかね、見えるかな、すりむいちゃいました。ナフコへ寄ったんですよね。でナフコもなんか結構いろいろキャンプグッズ、アウトドアグッズがいっぱいあって、いろいろ見てる中でこれソロストーブみたいな、これをちょっと見つけて1000円ちょっとなんで、ちょっとこれ買ってみようと思って買ったんですけど、これっていつ使うんですかね。買ったはいいんですけど、で今日なんか僕の中ではこの焚き火台でちょっと火で鍋をやろうかなと思ってたんですけど、これ買ったんですよ。これで調理するんですかね。でもそうすると焚き火が2つになっちゃうんですね。焚き火っていうか火が2つもいらないんですよね、うん、あれこれいつ使うんだと思って、ちょっと僕も勉強不足なんで、ちょっとまた皆さんに教えてもらえたらなと思うんですけど、焚き火台で焚き火をしながらこの商品は、これフレームストーブって書いてあるんですけど、このストーブで火を起こしてこれで調理するんですか、それとも焚き火で台のこのごとく置いて使うんですかね。どうすればいいんですかね。これダブルでやればいいんですかね。ちょっとわかんないんで、ちょっとまた優しい方は教えていただけると助かります。それではね、4時回りましたんで、ちょっと火入れの方をねしていきたいと思います。火入れっつっても着火マンでつけるだけですけど、よいしょ、つくかな、つきましたね。よし、もう今18時30分過ぎましたんで、あんまお腹空いてないんですけど、おむすびコロリしちゃった割にはあんまりお腹空いてないんですけど、そろそろ食べようかと。柔らかハラミこれ買ってきたんで、ちょっと食べてみたいと思います。さっきちょっと重大なことに気づいて、不手際っていうか、もう忘れ物がすごいんですよね。 iPhone の充電がもう 20% 切っちゃってて、でポータブルの充電器持ってきてたんで繋ごうとしたら iPhone のケーブルがなくて、今急いで持ってきてもらいました。100均で買ってきてもらって、今からね、ちょっと今充電してるんで、ちょっとマイクが使えないんですよ。ちょっと声が遠いかもしれないですけど、この柔らかハラミ、これ焼いていきたいと思います。全然銃ともなんとも言わない。これじゃダメか。全然焼けない。ダメだ。これでどうすか、これでどうかな。いい感じ、回復が
上がりましたね。よしよし、これでなんとか食べれそうです。いいかな、いただきます。ハラミ、見えないハラミいただきます。うん、おいしい。初ソロ、初キャンプで焼肉やってみたかったんですよね。やってみたかったんですけど、全然見えない、焼けてるのかどうかが。なんか一つ今発見したんですけど、こっち側、左側がすごいなんか火力が強いんですよね。ちょっと今忘れてたんですけど、今焼肉屋さん行くと、お肉を焼くトングと、お肉を食べるときに取るトングと分けてくださいって言われるじゃないですか。で、今、普通にお肉を焼く割り箸でそのまま食べてます。やっぱそれでお腹とか痛くなるんですかね？なんか当たるんですかね？それだけで、生肉を食べて当たったらしょうがないけど、なんかお肉を掴んだので食べちゃったようで当たると、なん結構ショックですよね。でも空はまだ明るいんですよね。まだ明るいけど、やっぱり木に囲まれてるとこんなに暗くなるんですよね。これ牛肉だと思って食べてたら、見えます、これ和豚、もち豚って書いてあります。え、これ豚肉なんですね。豚ハラミ、原材料豚ハラミって書いてあります。いや、俺牛だと思ってた。牛じゃないんだ、豚か。豚でも美味しいっすね。滑って、おにぎりコロリにしちゃったんですけど、まあその後設営とかは、予習もしてきたんで、なんとか行ったんですけど、食べ始めて美味しいね、美味しいと思って食べてたら、牛だと思ってたら豚だったっていうね。豚でした。うまくはいかないもんですね。あとやっぱなんか虫が結構きますね。虫除けバリアやったんですけどね、バリアされてないんですよね。今もこんぐらい、こんぐらい言い過ぎか、こんぐらいのなんていうんですか、蚊の大きいやつが来たんですけど、やってやりましたよ、虫除けバリア。また来た。牛だと思って食べてた豚ハラミが終わっちゃいました。今日これ牛ホルモンもつ鍋にしようと思います。もつ鍋の素を探したんですけど、なくて、これプチッと鍋、タンタンごま鍋、アジ、もうこれでいきたいと思います。でも美味しそうですけどね。火力を強めます。思いのほか鍋が大きいみたいで、2枚分の量のスープでいきます。下処理欲しいんですかね。全部いっちゃいます。島町
島町。え、野菜はこのちょっとラーメン用なんですけど、このカットされた野菜、これを入れて、よいしょ、入れます。真っ暗でちょっと怖いですけど、キャンプいいですよね。ゆるキャンブーム、ゆるキャンブームとコロナ禍でキャンプブームがすごいらしいですよね。はい、じゃあもつ鍋できたようなので食べてみてます。見えるかな、こんな感じ。もつ入ってます。じゃあいただきます。ちょっと薄いけど美味しいです。じゃあこれを食べたら、まあ今日は休みたいと思います。また明日朝起きたらね、また撮影したいと思いますんでお願いします。じゃあおやすみなさーい。